シュリュッセルフェルトは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバーフランケン行政管区のバンベルク軍南西端に位置する都市。シュリュッセルフェルトは、バンベルクの南西部、主体がアバルトナイライヒエエプラハ川の標高299メートルの渓谷に位置する。本市は、公式には22の地区からなる。このうち、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。 シュリュッセルフェルトの年間平均気温は摂氏8.24度である。シュリュッセルフェルトは1336年6月10日にコンラートフォン・シュリュッセルベルクによって創設された。彼は町を創設する権利を皇帝ルートビヒデアバイエルンに与えられていた。この創設者の死後、シュリュッセルフェルトはバンベルク及びビュールツブルグの死境領に分割された。 1390年にビュルツブルグはシュリュッセルフェルトのバンベルク領だった部分をも獲得した。1396年に市場長シュリュッセルフェルトは都市圏を得た。ビュルツブルグの司教たちはシュリュッセルフェルトにアムトを設置した。アムトの行政本部としてテュングフェルト城が建設された。1723年に建設された市のラートハウスには ラテン語で以下の内容の名が記された。この館は、紛争を憎み、平和を愛し、罪を罰し、権利を守り、富を称える、ビュールツブルグ司教本部領の一部である、シュリュッセルヘルトは、1803年の世俗化で、バイエルン領となるが、プレスブルクの麻薬によって新たに創設された、ビュールツブルグ大公領に移され、さらに1810年に、最終的に、 バイエルン領に戻された。バイエルン王国の行政改革の時代、1818 18年の自治体令によって、現在の自治体が成立した。この市の人口のうち、4262人がカトリック教会、1217人がプロテスタントの教会、588人がその他の宗教団体に属している。この地域の人口は、 1970年4780人、1987年5034人、2000年5711人であった。市長は2014年からヨハネスクラップが務めている。赤字に対角線上に銀の鍵が鍵部分を上にして描かれ、6つの突起を持つ金の星が2つ添えられている。この鍵は単に町の名前を示しているだけではなく、 その色と衣装は1347年に断絶したこの町の創設者で領主であったシュリュッセルベルク家の紋章にちなむものである。この町は1342年にコンラートフォン、シュリュッセルベルクの領地として命名された。現在の紋章は16世紀の印象から用いられている。死の旗は金、白、赤である。シュリュッセルベルトの地域にある見どころは シュリュッセルフェルト市は、オーバーフランケン地方の中心に位置する。アウトバーン a 3に面し、シュリュッセルフェルトインターチェンジがある。シュリュッセルフェルトは、小規模中心都市となっている。ありがとうございます。